もはやこの旅館ちっとも呪われてなかったよ。逆に呪われてるよ。救世主 X が部屋を狭く改装した本当の理由は、狭い方が殺しやすいから、閉じ込めやすいから、宿泊したがる人を減らすため、わいせつなことをするため。狭い方が殺しやすい。殺す前提じゃないよね、別に。閉じ込めやすいから。宿泊したがる人を減らすため。わいせつは違うやろ？殺すも違うし、わいせつも違うと思うよ。閉じ込めやすい？宿泊したがる人を減らす。でも減らしたらさ、なんか可能性狭めるような気がするよね。閉じ込めやすいから。玄関も裏口もロビーだから、宿泊部屋の狭さは関係なさそうだよ。じゃあ、宿泊したがる人を減らす。そうなんや。宿泊する人を減らすため？そうだよ。客を減らすというより、あくまでヘビ以外の宿泊数を減らす目的なんだよ。ヘビ以外？なるほど。人間の宿泊数が減少すれば、代わりにヘビが宿泊する率が上がるからね。そうなんや。普通にこの世界に人間とヘビしかおらんわけじゃないもんね。なんでヘビの宿泊数上がるんやろ。客のヘビ率が上がれば、救世主 X のお目当て、ヘビボールの獲得率も上がるってわけね。人間の次にヘビが多いとかいう世界なんかな。狭い部屋ならヘビ率が上がるだ？そんなのヘビが狭い部屋に強いこと全体の話じゃねえか。実際ヘビは狭い部屋に強いよ。壺の中で過ごすヘビもいるはずだしね。それで部屋に壺があるんや。実際そうだったにしても、救世主 X 自身がそれを知らなければ無意味な話だ。ヘビが狭い部屋に強いのだという無駄知識よな。なんだそりゃ。救世主 X が知っていたかどうかを証明するなんて無茶ぶりすぎるよ。なんかあったっけ？証明できるだぞ。何を根拠に言いやがる。ヘビが狭いところが好き。ヘビは狭いところが好き。そんなアイテムあるかな？ヘビは狭い部屋が。ヘビでもくぐれない。毒。解毒剤、ポーション、合成着色料、香料。推理では無敗。刑事が自称する称号。旅館の呪い、地下人工温泉。土の中を好むため滅多に遭遇しない黄土色のヘビ。毒耐性、不死身説もある。生き捕りにすると賞金100万ゴールド。これ関係あるんかな？でも土の子、ヘビ。まあ、近いっちゃ近い？そうだよ。土の子は狭い土の中を好むって話だったよ。つまり狭い場所に強い前提の話だよ。土の子なんと作り話だったと結論が出ただろうが。その作り話を作ったのが救世主 X よ。争点は救世主 X が、ヘビが狭い部屋に強い事実に理解があるのかって話だったでしょ。ググ、この俺がこんなヘビどもに。お、階層の件が解決し、地震の問題に移行するところであなたのターンになりました。地震の問題、まだ体力は大丈夫そうよね。セーブします。救世主 X が旅館を沈没させた理由の一つは、部屋を狭くしてヘビの客を増やすため。客のヘビ率が上がればヘビボールの入手率も増えると計算したんだよ。たかが狭くするためだけに沈没したと笑わせてくれる。地面を掘り起こすリスクは金や労力だけじゃない。耐震偽装のリスクも抱えているのだ。確か地盤がゆるゆるになっちゃったんだよね。地盤が緩まるのは想定外。そんなわけないやろ。地盤緩まるやろ、地下掘ったら。地盤を緩めるのも目的なんじゃない？緩まってんのはお前の頭だろ。地盤を緩めてどうする。救世主 X が地盤を緩めた理由、普通に考えると地震。では地震を起こしてどうなる。驚かせる目的なわけないやろ。災害保険を受け取る目的。いや違うやろ。お金が目的ではないやろうしね。雪崩を起こす目的。雪崩、愚かなる人類に粛清を与える目的。いやそんな感じじゃないやろ。雪崩じゃない。そうだよ、地震が起これば雪崩につながるよ。
まずは監禁するのが黒幕の目的だからね。雪崩につながればな。その時はたまたま大雪が降っていたから雪崩につながったのだろう。もし大雪が降っていなかったらどうする？それとも救世主 X は大雪まで降らせたとの言うか。通常モードでは下段選択不可。ハードモードでは大雪も降らせたって選べるのはどういうことなんやろ。人工降雪、大雪は偶然だった。そこまではわからないな。そう、大雪など偶然の産物に過ぎんからな。それでもこの付近での大雪は珍しくもないよ。救世主 X なら予知していてもおかしくないよ。大雪の件は100分譲っても地震の件はどうだ。地震の確率なんて偶然を通り越して奇跡に近い確率だ。どうなんやろ。地震は偶然、地震は必然。でも地震を起こす、どう、偶然。地震が起こる偶然を想定に入れた犯行計画は犯行する気ゼロの人の犯行計画だよ。じゃあ必然なのか。地震は必然だった。地震は必然だったの？どっちだよ。見切り発車で大した地震じゃねえか。だったら説明してみろ。なぜ地震が起こったのかをな。まずは地震の前に何が起こっていたかが重要そうだよ。地震の前に起こってた出来事といえば、停電、雪崩、殺人。忘れた場合は気合で思い出してね。気合。殺人は関係ないやろ。停電、雪崩。雪崩は地震の後に起きるものよね。停電。また停電の話か。そろそろ聞き飽きちまったな。停電が全ての騒動の発端だからね。仕方ないね。最初に停電、その少し後に地震。タイミング的にできすぎているわね。別におかしな話ではない。停電と地震はワンセットが常識だろうが。別に常識ではないけどな。停電がおかしい、地震がおかしい、順番がおかしい。まあ、地震によって電気系統に何かが起きて停電っていうのはあるかもしれんけど、停電して地震起きるとまた意味わからんよね。順番がおかしい。そうだよ、地震後に停電ならわかるけど、停電後に地震は順序が逆転しちゃってるよ。そうなると停電が地震にも連動してる可能性が高いね。停電を知るには同じく停電が起こったハンター殺人事件から参考にするべきね。ハンター殺人事件での停電の原因、融合エネルギーはどこに打ち込まれた。ハンターの手錠。そうだったね。電気エネルギーをぶつけるには金属製の対象が必要。ハンターの手錠に打ち込むことで殺害に成功させたんだよ。うわー、なんかもう相変わらずひどいね。手錠にもうバッチリやん。殺す気満々って感じ。時間がないのに話を脱線させやがって。ハンター殺害時の停電はどうでもいい。最初の地震前に停電の話だろうが。そうだよ、まだ不明なのは最初の停電の原因になった融合エネルギーがどこに打ち込まれたのかだね。最初の停電は死人はおるか、怪我人も出てないだろう。どこでも同じじゃねえか。死人も怪我人も出てないということは、最初の停電時の電気エネルギーはどこに打ち込まれたのか。死人も怪我人も出てない。客室にやったら怪我人出るよね、きっと。フロントも受付がおった。地下、そうだよね。誰も被害を受けてないってことは地下だろうね。電気制御室から地下のどこに打ち込まれたのかが問題ね。そこの壁、少し焦げたような跡がついてるよ。ここに電気エネルギーが打ち込まれた可能性があるよ。なんであんなに小さいんだ。その壁は電磁石で補強されてる壁だね。電磁石は電気が流れると磁力が発生する仕組みだよ。じゃあその電磁石の壁に衝撃を与えて地震を起こした可能性が考えられるわね。そいつは無理な話だ。電磁石の補強壁は頑丈で破壊することなど不可能。それに電気エネルギーを打ち込んでも衝撃どころか逆に吸収してしまう。地震を起こすなど夢のまた夢だな。今度は大きく出た。それじゃあ電力発信源のこの部屋から他に気になる点を探すべきだね。制御装置がおかしい。アンテナがおかしい。確かに地下にこんなアンテナがあるのはちょっと意味がわからんけど。確かに地下にアンテナがあるのはおかしいけど、地震とは関係なしそうだよ。じゃあ何あれは。普通におかしい場所にアンテナがあるっていうだけ。それじゃあ、何次。制御装置がおかしい。まず、正常な制御装置がよくわからんけど、レールがおかしい。
そうだよ。このレールの配置おかしいよ。わざと壁に衝突するようにレールが敷かれてるんだよ。確かに壁に激突しまうレール配置だな。だがそのレールの上に乗っかってたもの次第では手のひら返しになるぜ。レールの上にもともと乗っかっていたものとは、ドリル重機じゃない？そうだよ、ドリル重機だよ。すぐ隣の部屋にあるからね。自分で墓穴を掘ったようだな。え？そう、ドリル重機は壁を掘る機械、つまり壁に突き進むレール配置こそ正常だろう。墓穴を掘ったのはあんたでしょ。この電磁石の壁は頑丈で破壊させることは不可能って自分で証言したじゃないの。そうだよ、ドリル重機でも掘れない壁に対してレールが敷かれてるのはおかしいよ。くっ、だがそのドリル重機がレールに乗っかっていたかどうかは憶測でしかない。さっきと言ってることが逆転してるよ。手のひらドリルの極致だよ。何にせよ、今現在ドリル重機がレールに乗ってない以上、矛盾として成立しねえな。何か逆転の証拠でもあればな。ドリル重機が乗っかっていた証拠がある。あるかな。ドリル重機が乗っかっていないことが地震発生の証拠。地震が発生したことによってレールから外れたっていうこと。ドリル重機が乗っかっていない理由は、壁に激突してレールから外れた。壁は壊せんかったってことよね。そうだよ、壁に激突したことで地震が起きた可能性が考えられるよ。あ、え、そういうこと？地震でレールを外れたんじゃなくて、ドリル重機、そもそもドリル重機が壁にぶつかったことによって地震が発生したの。え、逆なの？だったらそのドリル重機を操縦して壁に激突させたのは誰だ？そこよね。もちろん真犯人のあなたしかいないでしょ。それは矛盾しているのだよ。その時間はまだ我々警察が来るよりも前。到着前に人間が地下のドリル重機を操縦できるわけないだろ。それじゃあ誰がドリル重機を操縦して壁に激突させたのかな？旅館側の誰かが動かした。救世主 X が地下にいた。自動で動いた。自動で動くような仕掛けが何かあったってことなんかな。自動？そうだね、自動で動いた可能性も考えられるよ。そのドリル重機、自動操縦機能はついてなかったよ。それでもドリル重機が自動で動いたのなら、地震の前に起こった停電がトリガーになってるのは確実ね。最初の停電でどこに電気エネルギーが落ち込まれたのか今ならわかるはず。逆転の発想が必要ってことか。どこに電気エネルギーが打ち込まれた。電磁石の壁、ドリル、タイヤ、レール。え、タイヤ？タイヤに打ち込まれて動いた。人生の壁にぶち当たったらヒントを活用するのも手だよ。あざす。逆転の発想。ドリル重機は誰も操縦してない。ドリル重機側が動かないなら壁側から吸引するしかない。え？壁？あ、壁に電気エネルギーが打ち込まれたことによって磁石、磁力が発生して、あのドリルが吸い寄せられたってこと？電磁石の壁。え？ドリル重機じゃなくて壁の方に打ち込むの？分かったよ。電気が流れた電磁石の壁は巨大な磁石と同じ。そこから膨大な磁力でドリル重機を吸引することで壁に激突させたんだよ。停電後の地震はこの原理だったわけね。ただの憶測に過ぎねえな。ドリル重機が壁に衝突した証拠でもあるのか。ドリル重機が激突したことで新たに生まれた証拠品があったはず。激突したことで新たに生まれた証拠品。あ、激突して壊れたことによって、壊れたことによって、え、どこ行った？ちょっと待って。あ、超電磁ドリルが生まれた。そうだよ、ドリル重機が壁にぶつかり地震が起きた時、ドリル全体が欠けちゃったんだよ。そしてそのドリルの破片が超電磁ドリルとして再利用されたんだよ。地震を起こし雪崩に閉じ込めると同時にドリル先端も壊すことで穴掘り脱出も封じる。まさにプリズンブレイクブレイクだよ。ドリル重機と超電磁ドリルは別物だ。たかがかけたドリルに電磁直線の機能などついてないだろう。たかがドリルの破片が高性能になった理由は、え？
たかがドリルの破片が高性能になった理由、電気属性。なんかその電気打ち込まれたことによってさ、帯びたんじゃないの電気を。電気制御室。うわ、違う。ドリルを改造したのは黒幕である女子に間違いない。最先端技術に詳しいってやつ？そうね。救世主 X は機械に強いから、ドリルの魔改造くらい可能なはず。ドリルの最先端部分を最先端技術で再生したんだね。もう、たまに、なんか正面になるのどうだ。正面から見るヘビ客面白すぎるんやけど。まだだ、まだ弱い。ドリル重機は壁に激突した程度で地震になるとな。お前らの住む世界線では車が衝突事故を起こすために地震が発生するのか。地下は救世主 X のせいで地盤がゆるゆるになってるんだよ。小さな激突で地震が発生してもおかしくないよ。では逆に地盤ゆるゆるなら電力を融合してまで威力を増す必要がない。電気制御室の最大値9の電力だけでも地震を起こすには十分だろう。違法のリスクもないしな。いやでも違法のリスク、そこをね、電力抑え気味にしとったら、その、なんていうの？危険物として、警察系が感知できんなるけん、警察がここに来るっていうことが、できんくなるよね。要は、この、法を犯すこと自体が目的、やろ。法を犯すことが目的だ？法を犯すリスクはあっても、法を犯すリターンなどないだろうが、警察側にはあるだろう。その警察側が犯罪を起こそうと思っとるときなら。法を犯すリターンはもちろん、これを発布させるためだ。捜査令状。そうだったよ。停電の一番の目的は、警察犬を勘違いさせて捜査令状を取得すること。つまり違法になるため、特定攻撃力を超える必要もあったんだよ。とにかくこれで、停電と令状だけじゃなく、地震の件まで蓄電場に繋がったってことね。もはやこの旅館、ちっとも呪われてなかったよ。逆に呪われてるよ。お、徐々に真相が近づいているところで、あなたのターンになりました。セーブで大丈夫だろう、まだ。議論を再開します。殺人も停電も捜査令状も地震も、電気制御室と連動してたよ。連動していたよ。そして、その電気制御室を無償で提供したのは、制御装置配りおじさんって何？救世主 X。 そうだね、救世主 X が設備を無償提供した理由だんだん分かってきたよ。制御装置配りおじさん何しに配るんやろ。救世主 X 側の動機はもういい。逆に旅館側にとってはどうだ。無償だろうとこんな場所を取る装置を置くことを旅館が許可するわけないって話だ。電気制御したいから許可。どういう？インスタ映えするから許可。のせんやろ。地下だから許可。地下やけんそんなに影響がないやろうっていう感じ。そうだよ、地下は宿泊部屋にも使えないから場所を取っても影響が少ないよ。地下だけに、地下がやす、ちょっと待って、読めてないですけど。地下だろうが旅館側にとって意図の見えない状況で謎の設備が送れるなど気味が悪くて拒否するはずだ。旅館側から見た救世主 X の見えていた意図は、土の子100万ゴールドの意図、お詫びの意図、ヘビボール集めの意図。見えていた糸はお詫びよね。そうだよ、そこでお詫びの糸だよ。救世主 X にはお詫びという表面上の糸があったから怪しまれずに電気制御室を設置できたんだよ。もう救世主 X の生きないようも苦しくなってるわね。そろそろ限界が近づいてるんじゃないの。黙れ、旅館側の動機の件はもういい。法律面ではどうだ。もういろんな方向からもういいって自分が言ってきたんやん。砲撃力10を超える違法兵器である以上、いつ警察に差し押さえられてもおかしくないだろう。攻撃力10を超える違法兵器。地下にあるから見つけられない。違法兵器ではないから押収されない。え？いやでも警察、地下やけんって調べるよね。違法兵器ではないから押収されない。そんなことある？違法兵器なんじゃないの？いやでも制御装置自体は違法兵器ではないか。融合させることによってやもんね。じゃあこっち？そうだよ、建前上は最大でも攻撃力9、違法兵器とは扱われないよ。攻撃力10を超えていなくてもこんな怪しい設備いつ押収されてもおかしくないだろう。なんだよそりゃ、もはやロジックの域聞こえちゃってるよ。黙れ、矛盾がある限り食らいつくまでのことだ。
電気制御室を押収されないために救世主 X が取った行動は、布でかぶせて見つからないようにする。わざと見つけない。まあ、警察側やけんね、わざと見つけんかったらいいんじゃないかな。あそこはもう調査しましたよとか刑事には言っとけばいいやろうし。そうだよ、そもそも派遣されてくる警察が毎回この刑事たちなんだよ。設備提供した張本人ならわざと見つけなければいい話だよ。わざと見つけないわけにもいかないんだよ。捜査令状の任務が違法兵器を見つけることだと推理してよな。発想を逆転してみろ。見つけられないってことは我々の任務失敗ってことだ。毎回違法兵器を見つけられずに帰る失態だらけの人間が毎回旅館捜査に選抜されるのは不自然だろ。確かに相当なコネでもない限り旅館捜査に任命されることはなさそうだよ。実績があるから選抜された。コネを最大限に活用、忖度されている。逆転の発想なんや。ってことはコネがあったってこと？コネを最大限に活用、何のコネがあるんやろ。わからん。わからんけど一応。警察はこれだけで何とかなるものではない。まずは実績だ。なるほど、じゃあ実績があるから選抜されたんか。何の実績？一度も違法兵器を見つけられないのに実績だと？自分が言ったんじゃねえか。他にどんな実績があるってんだ。違法兵器は見つけられないが、代わりにあの実績を持っていたはず。